めちゃくちゃいっぱい試食してめちゃくちゃいっぱい持って帰ったんですけども、スイーツの賞味期限が早いものもあるということで、今日は私がもう一回食べたい、もう一回自分で頼んででも食べたいと思ったスイーツ、それを勝手にランキングして今日はご紹介させていただきたいと思います。5位は千姫様の姫ポテトです。姫路県の福寿堂さんが鳴門金時を使用し、新鮮な卵と生クリームをたっぷりと使った風味豊かな竹かご入り和風スイートポテト。そうなんです、私がいいと思ったポイントはですね、これがね、こういう可愛い竹かごに入ってるんですよね。小さいお皿に乗せて出すだけで特別な日のね、お菓子感が、うん、ほんまにお芋の旨味がギューって詰まってて、しっとりした大学芋みたいな感じです。この上に蜜が入ってて、上に黒ごまがかかってるので、こういうお菓子をいいなって思う私のポイントとしては、え、ていうかこれめっちゃ美味しいねんけど、ていうかこれってお茶でもコーヒーでもいけるやんなっていうやつです。4位は大山ベリーパウンドケーキでーす。ブルーベリーが入ってるんですけど、そのブルーベリーがちゃんと鳥取県のブルーベリーなんですよね。それね、私なんかがなんで気づいたかというと、もう食べた瞬間にふわってすっごいブルーベリーの匂いがして、その鳥取で採れたブルーベリーを鳥取でこうやってパウンドケーキに焼き上げて、はぁ、もういい匂いです。手作り感が出てます。ゴロッとね、これわかりますかね、ブルーベリーが入ってます。すごいなんかちょっと紫がかってる感じがするんですけど、一旦こっちにも入ってるのにこっちにも入ってる、うん、やっぱ食べた瞬間の香りが国産なんだなっていう味がします。大山のなんか風景が見えます。赤毛のあんが作りそうな味です。これめっちゃいい表現、これめっちゃいい表現や、絶対。第3位はこちら、佐賀県水田屋さんのバターどら焼きです。これは私なんでいいかなと思ったポイントとしては、食べる前にバターどら焼き、あれですよね、どら焼きの中にバター入ってるっていうやつですよね。けども食べた瞬間うまっ、わかってて食べた瞬間うまってなるのは、またこれなんでかなと思って裏見たら、余計なものがやっぱ一切入ってないんですよね。このバタドラって書いてんのもね、なんか可愛いですよね。ちょっとこれもうドラえもんが生きてたら教えてあげたいわ、ほんま。あ、こういう気遣いも嬉しいんですよ。スポンジのしっとりさが逃げないようにフィルムが貼ってあります。切ってみるとこういう感じです。マーガリンじゃなくてバターっていうのがやっぱ嬉しいポイントだなと思いました。いただきます。うん、美味しい。ホットケーキに似てんな、バターも合うんちゃんってなって、やってみたらめっちゃうまかったやん。これ、お茶にもコーヒーにもいけるやん。続きまして、第2位は、福井県、安華堂さんの季節の大福餅です。今回はこちら、秋の大福餅となっております。これも余分なものが一切入ってなかったから、やっぱ美味しいんやなと思います。もち米、黒米、全部国内産です。で、あずきの練りあん、クリームチーズ、栗、かぼちゃあん、さつまいもあん、もう好きなのばっかりやんって、でかすぎるぐらいの等身大アンパンマンのほっぺたぐらいありますね。じゃあ割ってみますね。見てください、これ、この上のが本当にゴロッと栗が入ってます。甘すぎないあんこの本当に美味しいのが来て、その後に栗が、で最後に私が大好きなクリームチーズがわーって香ってきて、しかもこの大福ってコーヒーにもお茶にも合うやん。堂々の第1位はこちら、山本果樹園のアップルパイです。これはいいポイントが山盛りあるので、私的になんですよ、アップルパイで自分させてもらった。お取り寄せスイーツって感じじゃないじゃないですか。製造者が山本果樹園って書いてて、本当にリンゴ屋さんが作ってる、北海道産の富士を使って作ってるから賞味期限が早いです。このシールよ、また、じゃあ可愛くないですか、このリンゴのシール。ほんまに手作りなんだなと思うポイントがこれ2つもらってきたんですけどね、焦げてるポイントがやっぱちょっと違うじゃないですか。この手作りを思わせる感じがめちゃくちゃ、まずね、見た目的にいいなっていうのと、こんな感じで本当になんかリンゴ畑でおばあちゃんとかが作ってくれた感じの、ほんまにほら見て、地元のおばあちゃんが昔からやってるようなパン屋さんみたいな試食会だったので、その時はこのまま食べたんですけど、これはもうぜひ
オーブントースターでちょっと焼いたり、アイスクリーム乗せたりして食べたいなと。見てください、これ。もうパイの面積狭っていうぐらいに、リンゴがぎっしり入っています。本物のリンゴって感じじゃないですか。しかも煮詰めたジャムじゃなくて。うん。こういうのって、もう甘いだけのスイーツじゃなくて、程よい酸味、香り、あー多分上がサクサクになってる感じです。まあやったアイス、ほら、うーん、おいしい。ちょっと中のリンゴも温まって風味がちょっと増すって感じ。パイのサクッと感やばい。ちょっとアイス乗せます。めっちゃおいしい。あったかいのと冷たいのが混ざって本当に美味しいです。デパ地下とかのアップルパイも多分美味しいと思うんですけど、あ、北海道産の富士なんだなっていう香りがね。ね、これはコーヒーとお茶にも合わないんですよね。お茶って言ったらちょっとアップルパイからちょっと離れるかなっていう感じなんですけど、まあ紅茶は絶対合いますけど、でこれ多分ですけど白ワインとかお酒にも合うと思うんですよね。なんか、スパークリングワインとこれみたいな。いや、めっちゃオシャレやんみたいな。昼下がり。昼下がり？単語も久しぶりに使いましたけど、昼下がりにスパークリングワインとこれで。今回思ったんは、せっかく取り寄せるんだから、土地のものを取り寄せたら、すごい楽しいかなと思いました。やっぱりね、ちょっとこれを機に、なんかおやつとかも考えなきませんね。なんか、自分で作るんとかやったらいいけど、やっぱり、すごい添加物とかが心配なので、月1回こういう安全でしかも香り高いスイーツお取り寄せしてみてもいいかなと思いました。ちょっとね、私ももうええ年なんで、なんかシルク姉さんがスイーツは上質なものをちょこっとって本に書いてたので、一応47シフランのサイト下にリンク貼っておきますので、あのよかったら気になったものをね、レストラン行くほど高い値段とかじゃないと思うので一度は食べてみてはいかがでしょうか。ではではでは。